じゃがいもを買って食べてさ、食感がね、ジャギジャギっていうか、バキバキっていうか、なんかこう、ホクホクしないじゃがいもに当たったことあると思うんだよね。俺もあるのよ。一回じゃないな、いっぱいあるな。結構あるんだけども、しっかり茹でたのに、硬いっつうか、ジャリジャリ、ジャギジャギ、なんて表現すればいいんだか、ちょっと微妙なんだけども、そういうじゃがいもに当たったことがあると思う。ある人もいっぱいいると思う。俺もあるもん、いっぱい。で、俺の作ったじゃがいも、そんな作ったじゃない。作ったという言葉は俺使わない。育てた、ね、じゃがいもは、そうなりません。で、それなんでなのかっていうことを、お話ししたいなと思っています。で、まあ、それ、はっきり言ってしまえば、完熟してないのさ。まあ、よく、収穫体験とかの映像とか見ると、青いじゃがいもあるじゃん、葉っぱがね。それをグッと抜いて、ね、すごく見栄えが良くて、要は映える、ね、収穫体験。子供がほら、こう取ってさ、鈴なりになってるの見ればさ、やっぱいいもんだっけ。ね、だけども、あれはね、まだ葉っぱが青いから、まだ光合成できるのよ。で、葉っぱの栄養がまだ芋の方に流れるのさ。まあ、じゃがいもの芋ってのは、あれ茎だから根っこじゃないから、さつまいもは根っこだけども、じゃがいもの芋は茎なのね。だから茎の、葉っぱの方の栄養は茎のっていうか、なんていうんだっけ名前ね、ストロンの先にある芋部分ね、あれに栄養が溜まって大きくなってるから、あれも茎なのさ。だからお日様に当たると緑になるのね。で、その葉の栄養もそっちに流れるんだけども、そういうことを、その作業、表面はね、完熟させるっていうこと。だから葉っぱが枯れて、しっかり枯れるまで置いて、圃場に畑に置いた上で収穫するっていうこと。これをしないと食感悪くなる、本当に。ね、今、じゃがいももう、九州の方へ行ったと思うから、今ちょうど、そういう話しといてちょうどいいかなと思って、ね、お話ししてるんだけども、美味しいじゃがいもを作るんであれば、完全に枯れるまで畑に置いてください。それから収穫してほしい。まあ、晴れが続いて、2日3日ぐらいした時がいいんだけどもね。雨が降って湿ってる時に収穫すると、傷が入った時に菌が入って腐りやすくなるから、そこは気をつけてね。で、完全に枯れてから置いてほしい。なんでこう喋るのかっていうと、俺の畑で収穫する時のタイミングを測るために、何回も試し撮りしてるのね。葉っぱが青いうちに取ってみて食べたり、そうす、黄色くなってきてから食べたり、そろそろかなって食べたり、完全に枯れてから食べたりっていうのを何回も繰り返してきた、何年もね。そうしてやっていくと、やはり青い段階、もしくは黄色い段階、黄色までいけばまだいいんだけども、青い段階に食べたりすると、なんだろう、ジャギジャギ、プリプリって最初に喋った、よく表現しづらいね、芋、硬い芋、しっかり茹でても、長く茹でても柔らかくならない芋が取れる。さすがにそこはうちの畑でも同じ。これ自然農法だからとか、有機農法だから、自然栽培だから、観光農法だから、農薬使ったから、化学肥料使ったから、化学肥料じゃなくて、なんだっけ、家畜糞肥料を使ったからこうなったってじゃなくて、収穫するタイミングの違いだなってことを、俺何年もかけて何回も自分の畑食べて分かってるのさ。だから畑、知り合いの有機農家の食べて、あ、これ収穫のタイミング早いなとか分かるんだけども、ね、他の農家さんの買って食べてもね、味どんなもんなのか分かんないから、いろいろ食べてるのよ。買って食べてるの、人のやつもね、自分でいっぱいあるんだけどもね、比べてみて、ああこうだな、ああだなって研究は一応してるのね。その結果言えば、やはりそういうジャギジャギ、ブリブリ、本当になんて表現すればいいか分かんないけども、そういうジャガイモっていうものは収穫のタイミングが早い。おそらく青い段階で取ってると思う。で、ね、美味しくなるのは本当に完熟、完全に枯れてから晴れが続いた日に取ってほしいなと思いますけども、なぜそのタイミングで収穫するのって言うと、まあ青森県の場合なんだけども、大体ジャガイモを春4月に植えましたとなって、7月の半ば、まあ頭から半ばにかけて収穫して、そこで肥料をまいて、数週間、1ヶ月置いてから、お盆の前までに大根を、の種をまいて、そして大根を秋に収穫しますっていうパターンがあるのね。そのパターンに当てはめるために、じゃがいもが完全に枯れてからだと、間に合わないっていうパターンがあるわけさ。ね、肥料をまいてからやっぱ数週間、1ヶ月ぐらいは置いておきたいから、特に堆肥の場合は置かなきゃまずい。
ね、そういう事情もあってじゃがいもの方を早く取る植えるタイミングっていうのはやっぱり雪が溶けてお寿司もの心配がない時っていうことがあるから収穫のタイミングは早めていかなきゃダメ、短くなってこっちは変わらないんだけど短くなっていく収穫、栽培の期間がね短くなっていくという都合上そういうことが出てくるんじゃないかなと。まあ大体そういうパターンだろうなって、ね、1年に1回しか植えない1回半とかよりだったらやっぱそういうパターンがあるんだったらパターンに当てはめた方がやはりいっぱい取れるし売り物も増えるし、収量が増えて増えるつうか、ね、収入も増えるからっていうことで、まあ、やってるのかなと思うんだけども、まあ俺はね野菜を売って儲けよう、いっぱい売って儲けようっていうよりは美味しい野菜をつけて作ってじゃない、育てて、それを美味しいのを食べてもらって喜んでもらおうっていう考えだから、でその美味しい野菜の作り方をねいろんな人に教えて、まあ、お金を稼ごうかなっていう感じだから、まあ事情も違うんだけども、とりあえずまずい野菜は作りたくない。俺は多少失敗しても、ね、収量が減ってもいいから俺は美味しく作りたい、その後に植えれなかったとしても美味しいのを作りたいっていう気持ちがあるからそういう風にやってるんだけどね。まあ事情はそれぞれ農家にはあるけれどもね、結局のところやっぱジャギジャギと食感の悪いジャガイモっていうのは人間の都合で完熟する前に取られた可能性が高いです。で俺みたいにね多少後作に影響が出てでも美味しく野菜を作りたいっていう人はジャガイモ完全に枯れてから収穫してください。本当にそれがやっぱり一番かな。うん、まあ、あとは肥料はいらない。うん、じゃがいもはね、じゃがいも、やっぱり自然農法で数十年とかやってきた人たちでも、じゃがいもに肥料はいらないと。ね、じゃがいもの芋の中にでんぷんあるじゃん。あれが糖化して栄養に、糖分糖化になって栄養にして芽が出ます。それで光合成して、芋を、ストローを伸ばして芋を太らせて、じゃがいもできますっていうパターンなんで、肥料なくても大丈夫。日当たりと風通し、あと土寄せしっかりしておけば、じゃがいもはちゃんと育つから。まあ、二重や保湿点と害虫対策はまた考えなきゃいけないけれども、とりあえず肥料はなくても大丈夫。俺もそうも全く、じゃがいも作るときは全く肥料入れないから。ね。で、だから、完熟するかどうか、そこにかかってるんで、葉っぱが枯れるまで待てるならね、いろんな事情があるから、待てないなら仕方ないけども、待てるなら待ってから収穫してみてください。で、大根は植えれば2ヶ月の栽培期間必要だから、2ヶ月時間取れないっていうんであれば、まあ、小松菜とか、まあ、ちょっと待ってほうれん草を、涼しくなってからほうれん草を植えるとか、レタスを植えるとか、ね、栽培期間の短いやつをじゃがいもの後作に入れてみるとか、そういう工夫してみれば、すぐできると思うんで、ね、だからじゃがいもね本当騙されたと思って一回ね青い時に収穫してみて食べてみてください。で完熟してから完全に枯れてからまた収穫して食べてみてください。味多分違うと思うんでね、一株だけ完全に枯れるまで残しておくってこともできるから、それ試してみてください。そうすればね分かると思うんで、ぜひやってみてほしいなと思います。まあ、栽培のね、都合はあると思うけれども、美味しいものを作りたいっていう人は、ぜひぜひ、ね、じゃがいもが完熟する、した味っていうものを、ね、食べてみてほしいなと思います。で、もっと言うと、その収穫したじゃがいも、一冬寒さに当てておくとか、冷蔵庫の奥深くで、野菜室の奥で寒い状況に置いておけば、ね、でんぷんを糖分に変えて、糖化させて、甘くなって美味しくなるんで熟成することもできるんで、そういうのもちょっとやってみてほしいなって思います。ね、まあ、余裕がある人はねぜひやってみて、試してみてほしいなと思って動画にしました。